登場です。ってことは、そうです。ドッキリです。まあ、さっきまで2人で撮影してたんですけど、まあ、こうくんが今仕事の電話入って、その間に急いで撮影をしています。で、今日のドッキリは、こうくん子供が欲しいです。結構妊娠ドッキリやってる YouTuber の方がいっぱいいて、まあ、なごみたちがしたらどんな感じになるのかなって気になって、今回はやってみたいと思います。まあ、結構こうくんと子供の話するんですけど、やっぱり絶対まだ早いって言うと思います。なので、今回はの前の生理ドッキリみたいな優しいこうくんが見れるかどうか検証していきたいと思います。よし、行こうか。お疲れ。はい。どんなあれやったん、電話。編集ブレ。何？編集はしんどいな。ダディ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 。ブタ麺が食べたい。ブタ麺。ブタ麺頼む。ガチ？はい。はい。あーす。これ3分でいいの？ 3分しか待ってないけど。ええねや。何、シンバずっと抱っこしたの？かわいい、かわいい、シンバちゃん。地面に置くな、ゴミを。な、ゴミ箱を知らんのか。早く食べ終わってお話があります。早く食べ終わって。ねえ、いつ食べ終わる？早く。水飲む。ちょっとなんか。なあ、大事なお話があるって。何ですか。何？そのお携帯を置きなさい。わし誰のマネや。知らん。何？聞かへん。何言っても引かへん。じゃあ引きませんって先にさ約束して。引かないかもしれません。うん、でちゃんとして。引きません。引きません。はい。じゃあ怒りません。怒らないかもしれません。だるいね。怒りません。怒りません。逆や。配線棒の忘れ、指切った。私、子供が欲しいでござる。欲しい。え、いい？いずれかな。え、今。今は違うな。でもさ、最近さ、彼氏がさ、違う。めっちゃ冷たいねやろ。で、なんでかな、考えてみて。で、考えてみたら、うち彼氏おばんじゃなくて、何？最近さ、もさ、うん、子供生まれたやん。おう、生まれたな。でさ、この間見に行ったやん。うん。抱っこしてどう思った？かわいい。だけ？うん、まあ、別に欲しいとは思うけど、今は普通にいろいろ考えて違うやろって話。別に。でもさ、なんかさ、なごみもさ、弟のお世話とかずっとしとってさ、うん、めっちゃムカつか思っとって、早く子供欲しいなって、うん、でさ、出会った時もさ、なんかなごみ早く子供欲しい早ねんとか言っとったやん。実際さ、まあ、こないだ見てたもさ、めっちゃ大変そうやったしさ、厳しいかなと思って、それは思ってん、なごみも。けど、やっぱ欲しいなと思って。
それはでもわがままやん。けど欲しいわ。いや、分かってるって分かってるけど、まあ、そもそもまず学生やし、経済的にもまだ全然あかんし、俺らだけの考えで産むのは違うよ。欲しいから産むっていう話じゃないから、これってもしそう子供が生まれたら一生育てていいからあかんことであって、それ相応の環境が整ってから産むべきやろ。そうだ。え、じゃあさ、なぐみのわがままは聞いてくれへんの？何わがままだから、今欲しいってこと。それはちゃうよ。なんでなんでお前の気持ち優先、まず子供のこと優先よ。分かってへんけど、でもなぐみももう育てれるもん。育てられへん、大学生よ。欲しい。無理。欲しい。それは無理や。わかるよ、お前。だから今客観的に考えてみや。今さやってさ、欲しい、まっすぐこう欲しいって言ってるかもしれんけど、ちゃんと考えてみや。無理やろ。うんで言うと、分かるは分かるやろ、言ってる。分かるって、分かる、分かるのは分かるって言ってる。うん、じゃあちゃうやん。でもさ、なんかこれからのことを逆に長く考えてみて。そしたら考えてみてみたいな。考えたの普通に、うん、そしたらさ、なんか、まあ、今さ YouTube もさ楽しくやっとって、でもこれからもっともっとさ頑張るってなったらさ、 YouTube 優先ですってなってさ、子供もめちゃめちゃ幼なるんかなと思って、うん、でなんかそれはさ名古屋も嫌やしさ、うん、若い時に運動きたいしさ、うん、今かなって思って、うん、今はまず YouTube 頑張ろうってなってるわけやん。でまあ今週3でも結構厳しいやん、やっぱり忙しいやん、その中で妊娠してって、まず投稿頻度も減るし、で結局でも減らへんって、そこは頑張るやん。頑張るだけは言えるやん。でも今で厳しいのに、もっと子供生まれて忙しいなって、絶対それは現実的に無理やん。まず YouTube 頑張ろうってやって、でそこではちゃんと経済的にも安定してから子供産むのに、まず YouTube からあれ失敗したら本末転倒になるやん。でもそんなん YouTube 頑張るのはこれからもずっとやん。でももう産む、長井はもう産むって決めたもん、うん、ママに連絡しとくわ。ママ絶対反対するに決まってん。もう言うとく。アホやん。アホなんて言われるだけやで。で、ママも絶対さ早くさ孫の顔が見たいって絶対思う。でこうくんが話してやん、子供産むことになりましたって。意味が分かる。手やめてない。じゃあどうしたらいい。もうほじほじほじ、もう今はちゃうよ。だからもう何回も言って、今ではないでしょ。じゃあいつ、明日、5年後。5年後って何歳。24歳。コウ君何歳。6。うん、ちょっと。とりあえず大学卒業してからやな。大学卒業してちゃんとなって。じゃあ長いまた2年も3年も4年も5年も6年も7年も8年ももう我慢せなあかんの。2年3年4年ぐらい3年ぐらい長いやんか。若い時の2年3年ってめっちゃ長いねんで。分かってんの。若い時に生まなあかんのちゃうでしょ。子供生まれてからの方が長いでしょ。いやー、うーん、うまん。絶対赤ちゃん見たら欲しいと思うって。いや、ほ、なんか赤ちゃん役したの。バーブー、バーブー、ミルクが欲しいです。無理です。ミルクが欲しいです。無理です。欲しい。それは無理やと何回も言うたよ。時期が違うよ。もういい。もうコウ君がそうやってさ、もう今作ってくれへんねん。なぐみ一回実家帰るから一緒に住んどう意味もないし。ほう、そうし。し。し。はい、今ずっと子供欲しいわ欲しいわって言ってて、まあもう全否定されるから拗ねた感じで出てきました。多分この間にコウ君は、はぁーとかなってると思います。でまあ、この後もっと仕掛けていってネタバラシをしていきたいと思います。やる。
え？ちょっと待って、ドッキリじゃん。そういうことか。多分なごみ今妊娠ドッキリしてると思うんですけど、今のアホみたいな発言聞いてたらちょっとドッキリ仕掛けたいと思います。マジか。なごみ、ちょ来いよ、早く来い。もうこうくんと子供向き合いもありません。もう長いも多い。もう諦めるし。子供欲しいやろ。欲しい。欲しいやろ。うん、もう今産むじゃん。どういうこと。もう産む。なんで笑っとん。欲しいやろ。うん、もう産むしかないやん。産もうか。どういうこと。何せんの。じゃあもう産もうや。え、なんで。待って。待って。違うねんって。いや、欲しいけど違うねん。検証してました。知ってんで、あれやろ、あれやろ。知ってんの。さっきお前出て行った瞬間、俺携帯見て普通に部屋パーって見たら、え、なんかあるなぁ、ったらまさかの撮ってたやろ。嘘やん、気づいてたん。俺がこうやって押そうとしたら、お前がどういう反応するかっていう今逆ドッキリ仕掛けを思ってだる。バカやな。さあ、バレました。いや、なんか隠し方も甘いけどな。嘘やん、めっちゃ上手くない。でも実際、いや、普通にタオルとか出とったで。ほんまに、うん、バレました。すいません、今回のドッキリは失敗です。僕は成功しました。マジか、マジか。まあ普通に、うん、そんな何も考えんと無責任発言するも違うな、うん、だからちゃんともっとやることやって頑張ってから、はい、いろいろ考えましょう。はい、じゃあ子供産もうか。もうええねん。はい、ってことで今度はうまく仕掛けます。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバーイ。子供魚を食べるとのリズムで歌っといて。